はい、こんにちくわ。今日はね、8月のね、5日、リアル5日です。はい。リアル5日の今、19時半回ったとこですね。はい。でね、何回なっちゅうかね、今日ね、コロナ、東京がね、5000人超え、5000人超えたみたいですね。全国で1万5000人。ね、大阪は1000何人なんかなっていうことですね。もう、えらい勢いで増えて、ですね。だから、これが、1年前やったらもう、ひどいことになっとるんやろうけど、もうみんなも慣れてもうてね、いう感じでしょうね、多分ね。でも、なんか、金メダル、こうやっていじびって、くっかえてね、どこやら、名古屋の市長さんかな、名古屋か、どこや知らんけど、川村さんやね、謝ってはったりね、まあ、いろいろやね、はい。そんなリアルな今日ですが、何が言いたいかと言うたらね、まあ、そんな中、ワクチンですね。私、ワクチン、近くのね、近くいうか、診療所にね、で打ってもらおう思ってね、生活保護になってから行くようになった診療所があるんですね。昔、まあ、お世話になっとったんですけど、うちの親父も、おふくろもお世話になっとった診療所言いますの、クリニック言いますの。で、糖尿をそこにね、これから見てもらうことになったん で、そこの先生にお願いしとったんですね。で、それが、8月、もう7月か6月末かなんか、もうだいぶ早うに、ね、予約したんですけど、できんのは8月の半ばぐらいやで、でもその時から言うてあって、ほんで、まあ、一応予約を入れておいてくれたらいいし、もういつでもキャンセルしてくれはったらいいしって、まあ、言ってくれてはったんですね。ほんで、キャンセルしました。はい。申し訳ないですけどね。もうちょっと打ちませんってね。連絡させてもらって、はい。キャンセルしました。もう多分、どうやろう。まあ、なんかな、ね、また気が変われば打つかもしれないですけど、まあ今のところはもうちょっともうやめとくかなと。一時も最初はもうね、打つ気なかったんですけど、やっぱり打とうかいことになって、で、なったんですけども、やっぱりようよう考えてね、打って死ぬのがやっぱり嫌ですやん。コロナで死ぬのならまだしも、打って何ヶ月か後になんか苦しい腕で死んだら、いや、持病の心筋梗塞とかね、いうことで言われるわけですやん。もうそれはやっぱりちょっとかなりの、まあ、死んでもうたらね、何言われてるか分かれんですけど、やっぱり嫌ですやん。いやいうか、お前しんどんねん話なんですけど、それやったらまだね、コロナにかかって苦しいって死んだ方が、こいつコロナで死によったことになるんでね、まだいいかなと。だからもう、そうやって、ね、今まで熱も出たことない人間が打ったことによって熱出てどうのこうの嫌ですしね。だから、やめました。はい。断りました。ということで。また分かりまへんで。また聞いか、なんかもうね、アメリカはなんか、お店に入るのにもなんか証明いるとかね、なんかやってますしね。なんか海外旅行行くのはなんかその証明せんと無理やとかね。まあ、海外なんか見かれへんからいいんですけど、まあ、日本もそういうことになっていくんですかね。お店に入るのになんか、ね。っていうことで。それはそれでね、えらいこっちゃなんですけど、はい、
そんな感じでね、しばらくは打たない方向に、はい、ですね。そういうなんちゅうの、まあニュースも入耳に入ってきれいんですけどね、今はその副反応いますの、そのワクチン打ったことによってどうのこうのね、一時なんかそれでね、何人も死んでるとかヘチマとかね、まあ、それが、まあやっぱりわけのわからんの、まあわけのわからんやから偉い人が考えはったんやからね、まあ、それなりにあれなんやろうけど、まあちょっととりあえずは急いで打つのやめとくかなと。まあおかげさんでね、そうやって人と今触れ合わないんでね、仕事もしてないんで、人と会うこともあれへんしですね、だからそうそう映ることもないやろとね、映るとしたら散髪屋ぐらいもんね、ほんまにんなこっちでございますわ。はい、だからまあよう生えてきとるからね、さらにちょっとね、あんまりうろうろせんようにねしたいと思ってます。はい、そんな感じでございます。ということで、今回はね、コロナめっちゃ流行ってる中でね、もうほんまにね、オリンピックもしとって、もう私のオリンピックはもう終わりました。今日はね、一回もテレビつけてない。だからオリンピック全く見てないですね。だからもう終わった、私のオリンピックはね。はい。何が見たらいいんかさっぱりわからんしね。テレビつけとったらなんかもう気が気じゃないけどね、なんかもう音のないところが好きなんかな、もうなんか流れてるのが気が散ってしゃあないみたいなね。はい、そんなこっちでございます。はい、ということで次郎ちゃんはワクチン打つのやめました。はい、では失礼いたします。いつもありがとうございます。あ、ほんでもう一個コメントね、コメントがほんまにもうね、なんちゅいますの、ランダム、どのタイミングで何やってどうやとか分からへんです。もうなんかもういろんなパターンで消えたりしてますんでね、だからもし次郎ちゃんにコメントしてんのになんか無視されてるとかそれを思わんといてくださいね。私の方では消えてもてますね。だからコメントしてくれはった側には残ってることもあるみたいなんですけど、私からは見れないんですよ。コメントがなくなってるんですよ。だから返信のしようがないんですね。で、なんでコメントくれたかわかるかって言ったらね、その速報やないけど、こうパカッと湧くとこがあるんですね。そこに湧く湧いて、そこが消えない時があるんですよ。消える時もあるんですけど、そこが消えなかったら、あの人からコメント来てるって分かるんですね。で、実際のそのコメント返信するとこ行ったらもうそこはないと。だから、来てるのは分かんねんけど返信のしようがないとかね。もうそういうパターンと全く何もかも映ってない、消えてるパターンとね。一番難儀なんが、私には消えてるんやけど、そのコメントくれはった人には残ってる形が一番難儀なんですよ。そのジロじゃねえ、返事してくれへんやんみたいなねことになっとるんでね、もうそれはそれで難儀やな思いつつ、だからもう私返信はねちゃんとさせてもうてますんでね、今こういうことでね、いろいろ消えてるんでね、またなんかあってんなぁ思ってね、動画が撮ったらまあ生きとるね、まあ、ストックのやつ開けてる可能性もあるんですけど、そのまあまあ生きとる、返事なかったも生きとるねんなって思ってもらえれば、はい。でも、まあ、気長にね、コメント入れ倒してくれたらね、なんかのタイミングでつながるかわからんしね、はい、その辺で、はい、またよろしくお願いします。ということで、いつもありがとうございます。わざとね、その暇人が消してるっちゅうこともあるみたいなんでね、もうそこも今対処考えてますんでね、はい、はい、以上です。失礼いたします。
チャンネル登録お願いします。